マニ、マニ、また、は、または、ペルシア語、シリア語、は、サーサーアン・アサ、ペルシア時代の預言者、216年4月14日から277年2月26日、グノーシス主義の影響を強く受けた新しい宗教、マニ教の回祖として知られる。日本で、マニと表記するのは、ヨーロッパ経由で伝来したために生じた、不正確な読み方で、 原音に忠実な読みでは、マーニーであるが、本項目では日本語の慣例表現に属して原則、マニーと表記する。予言者マニは、パルティア帝国の末期に、メソポタミア平原南部のバビロニア地方のマルディーヌー村で、パルティア貴族の父パテーグと、パルティア王族、カムサラガーン家出身の母、マルヤム殿に生まれる。したがってマニは、血統から言えば、 パルティアの気公子と言っていい事であるが、本人はあまり気にしなかったらしく、マニ教の教義では特に特筆されていない。マーニーという名前は東アラム語では普通の人名で、他にも多く確認できる。父パティークは、ユダヤ・キリスト教系信仰派であるエルカサイ教団、洗礼派、グノーシス洗礼教団に属していた。この教団は、女人禁制で、パティークは、 ミオモの妻を放り出して入信。マニははじめ母親に育てられるが、4歳の時父が迎えに来て、以後青春時代をエルカサイ教団内で生活することになる。なお母、マルヤムは、これ以後記録に見えず、マニと交流があったのかも定かでない。226年に建国された、サーサーン朝は当初、ユダヤ教、キリスト教に対し、比較的寛容であったが、 その一方で、ゾロアスター教を国教と定め、ペルシア王は自ら、アフラ・マズダーの崇拝者と戦していた。ゾロアスター教は、紀元前7世紀頃に、ザラス,ス・シトラ、ゾロアスター、ザラトストラによって創始された、一神教的傾向を有する宗教で、イカ教とも言われる。その聖職者は、マグと呼ばれる僧侶によって支配され、モーバトと呼ばれる祭司によって構成されていた。 マニが12歳の時、自らの使命を明らかにする神の啓示に初めて接した。その後、ゾロアスター教やキリスト教、また、グノーシス主義の影響を受けて、ユダヤ教から独立した宗教を形成していった。24歳の時に2回目の啓示を受けて、再び証明を経験し、新しい教団の設立を決意して、父の教団を離れて、マニ教を開教した。バビロニア、 ペルシアから船でインドに渡り、北西インドから中央アジア地方にかけての伝道の旅を続けたが、当初は信者を多く獲得するに至らなかったという。この後、バビロニアに戻り、サーサーアン・アサのシャープール一世兄弟を回収させ、シャープールの宮廷で徴用された。これにより、マニはペルシア王国全域及びその周囲に伝道して、信者を増やし、教会を組織し、 弟子の教育に努め、また、ローマ帝国領内にも宣教師を送った。マニは、世界宗教の教祖としては珍しく、自ら教典を書き残したが、その多くは散逸してしまった。シャープウール一世に捧げた、宗教書、シャープウラカンでは、王とマニ自身との間の宗教上の相互理解について記述されている。また、芸術の才能にも恵まれ、 最色画集の経典をも、自ら表しており、常にその画集を携えて布教したと言われる。そのため、マニは、青年時代、絵師としての訓練を受けたという伝承も生まれている。272年にシャープール一世が死去し、その子である、ホルミズド一世及び、バハラーム一世の時代になると、マニとその教えは、ゾロアスター教の僧侶、マグたちからの憎悪にさらされることにな。 バハラーム一世のもとでサーサーアンアサが、ゾロアスター教以外のユダヤ教、キリスト教を迫害すると、マニ教もまた迫害されるようになった。276年、大マグのカルティール、キルディールに陥れられたマニは、欧米により召喚を受けて投獄され、死刑に処せられた。マニの最後については、卓刑に処せられたという説と、カワハギの刑に処された後斬首されたという説がある。 後世のマニ教徒たちが残した文書などによると、皮を剥がされたマニが生きているという噂は残り、アラビア語の逸話集の中には、藁が詰め込まれたマニの皮が、時々、シャープールの都市の門に吊るされていた、というものもある。その一方で、近年の文献資料からは、比較的穏やかな状況下で告死したのではないかとも、推測されている。なお、マニの死に関わったカルティールは、 王と同じように各地に碑文を残しており、その絶大な権力がうかがい知れる。マニの死後、バビロニアに避難した弟子の死身は、教団の指揮を取り、以後、マニ教団は、シリアやパレスティナ、エジプト、ローマ帝国などへの伝道に力を入れ、多くの信者を獲得した。マニ教の天礼では、マニの受難を、ベーマ、ベーマと言い,い、祭礼の日となっている。 マニ教の教義は、ユダヤ教、ゾロアスター教、キリスト教、グノーシス主義、さらに仏教や道教からも影響を受けていると言われる。マニ教の教団は、伝道先で、キリスト教や仏教を名乗ることで巧みに教診を伸ばした。マニ教は、ユダヤ教の預言者の系譜を継承し、ザラスシトラ、釈迦、イエスは預言者の後継と解釈し、マニ自らも、 天使から啓示を受けた預言者であり、預言者の因字であることを主張した。また、パウロの福音主義に影響を受けて、戒立主義を否定する一方で、クノーシス主義の影響から知恵と認識の重要性を説いた。ゾロアスター教からは、善悪二元論の立場を継承している。マニ教は、このように寛容な諸教根校を表明しており、その宗教形式、ユダヤキリスト教の継承。 預言者の印字、男児気月は、ローマ帝国やアジア各地への伝道により、広範囲に広まった。4世紀には、西方で流星したが、6世紀以降は東方へも、広がって、中国に達し、漢字では、マニ教と記された。また、マニの教えに関心を寄せた人物としては、一島にニキで、あった4世紀から5世紀にかけてのキリスト者で、恐怖哲学の祖といわれるアウグスティノスがいる。 さらに、後に7世紀代のムハンマドによるイスラーム教の成立に影響を与えた。イスラームの預言者ムハンマドもまた、預言者の因字を自ら名乗った一人である。マニの生涯を伝える歴史的文書としては、4世紀にによって書かれたとされると、10世紀末にイブヌンナディームによって書かれたフィフリストがある。このうち、はマニに対して反感を持つ立場から、 マニの生涯を物語るものである。フィフリストのマニ教関連書籍に付されたマニの生涯に関する解説は従来から重要視されていたが、20世紀になってから見出されたマニ教関連文書と称号された後は、その正確性や客観性がさらに高く評価されている。1969年、上、エジプトにおいて、西暦400年頃に属する。 用ヒ紙に古代イギリシア語で書かれた写本が発見された。それは現在、ドイツのケルン大学、ノルトライン、イコールベストファー練習ケルンし保管されているため、と呼ばれている。この写本は、マニの経歴及びその思想の発見と共に除述する、聖人伝となっており、マニの宗教の教義に関する情報と彼自身の書いた、著作の断片とんでいる。マニの生涯を描いた小説に、 があるマールーフは、レバノン生まれのフランスの作家である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。